モンロー軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島南端に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は73,090人であり、2000年の79,589人から8.2%減少した。軍庁所在地はキーウェスト市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍内にはフロリダキーズの諸島が含まれている。 モンロー軍はその全体でキーウェストショート試験を構成している。参照、キーウェストモンロー軍は1823年に設立された。軍名は第5代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。税関博物館、フロリダ・キーズ芸術委員会がフロリダ・キーズの文化的傘になり、キーラー後からキーウェストまでの住民に貢献している。 これは非営利の地方芸術団体であり、助成金を集め、モン軍大衆の馬芸術のプログラムを運営し、セミナーを講演し、地域のためにオンラインの文化カレンダーを管理している。また、軍の観光開発委員会芸術市場助成金を管理し、フロリダ州南部における文化観光の推進を行っている。1998年、フロリダキーズ芸術委員会は、 フロリダ州法286.011に従い、モンロー軍軍政委員会から地方芸術機関に指定された。1997年にモンロー芸術委員会コーポレーションとして設立され、2001年に現在の名前に変更された。現在では、モンロー軍の芸術を奨励し推進する中で、文化的組織、政府と民間のあらゆるレベルのつなぎ役になっている。 委員会は芸術を日常生活の仕組みの一部にしようとしている。2006年会計年度末には民間の寄付433,916米ドルを集め、文学、美術、芸能の個人と団体に助成を行った。これに加えて、カルチャルアンブレラ行事の資金作り、南部、フロリダカルチャルコンソーシアム美術と、メディアアーティスト奨学金、ジアートインパブリックプレイスの開始。 および、キーズの文化的コミュニティに配布されたものを合わせ、250万ベイドルに上っている。キーズにおけるこの非営利文化的コミュニティによる経済的効果は、2200万ベイドル以上と推計されている。地域住民76,329と、年間観光客300万人に貢献してきた。10人の委員が委員会を経営しており、 他に3人の代替要員、2人の名誉委員、及び25人の諮問委員会の援助を受けている。軍内には、キーウェスト文学、ゼミナール、スタジオ・オブ・キーウェスト、レッドバーン劇団、キーウェスト・シンフォニー、スカルプチャー・キーウェスト、ファンタジー・フェスト、サンカルロス・インスティチュート、ヘミングウェイ・ハウス・ミュージアム、税関博物館、キーウェスト芸術歴史協会など、 著名な文化的組織がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3737.15平方マイルであり、このうち陸地996.91平方マイル、水域は2740.24平方マイルで、水域率は73.32%である。総面積は、州内でも大きな方であるが、初頭部があることから、 水域面積と水域率が州内最大となっている。キーウェスト市にあるモンロー郡長者軍民の99%以上はフロリダキーズの初頭部に住んでいる。地元民がモンロー本土と呼ぶ広大な地域の3分の2はエバーグレーズ国立公園の部分として保護され、さらに残り部分は北東内陸部のビッグサイプレス国立保護区となっている。この地域は公式には ケープセーブル国勢調査軍部と呼ばれ、事実承認が済んでいない。2000年国勢調査の時点で、この地域には、軍内陸地の86.9%があるが、人口の0.075%しか済んでいない。国勢調査局はこの地域を、モンロー軍調査地域9701と定義している。ここの人口密度は0.0267人、平方メートルであり、一つの軍ならば、 アラスカ州中央部のユーココ根湖ッ区、国勢調査地域に次いで、国内2番目に小さな群となる。詳細地図やアメリカ地質調査所の地名データベースには、フラミンゴ、パインクレスト、トレールシティの3つだけが人の住む場所として載っている。フラミンゴは、南海岸の修道9336号線終端に、あり、フラミンゴロッチとフラミンゴレンジャーステーションがある、場所である。 このハイウェイの北東7マイルがウェストレイクトレイルである。パインクレストは北の内陸部にあり、環状道路沿いにある。環状道路教育センターがある。トレイルシティは環状道路沿い、パインクレストから西に4マイルにある。環状道路は多くの地図に群動94号線として掲載されているが、途中に番号表示はなく、国立公園局が管理している。 フロリダ本土の南岸とフロリダ・キーズの諸島部との間にはフロリダ湾があり、これもエバーグレーズ国立公園によって保護され、多くの入江屋島がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年時点で大一言語として、英語を話す者の,の比率は79.23%、スペイン語は16.08%、フランス語1.01%、 ドイツ語0.98%となっていた。モンロー軍の法人化自治帯と国政調査指定地域など、キーウェスト市軍庁所在地マラソン市、キーコロニービーチシレートン市、イスラモラダ村1992年以降のアメリカ合衆国大統領選挙で、モンロー軍は民主党候補を支持してきたが、通常激戦となる軍である。2008年は5%、2004年は0.5%で、 民主党候補が軍を制した。バラク・オバマは過半数の51.7%を獲得したが、これは1988年にジョージ・ H.W. ブッシュが対象した時以来のことになった。軍内の公共教育はモンロー軍教育学区が管轄している。公立学校への就学者数は次の通りである。就学者数、就学者数が落ちているのは高い保険料、税金、 および、家屋の購入価格が高くなっていることによっている。ただし、zillow.com によれば、モンロー郡の住宅価格は58万9000、米ドルに止まっている。就学者数は1万人をピークに、この10年間減少し続けてきた。2010年から2011年の就学者数は9年ぶりに増加しており、今後も増加すると予測されている。 ありがとうございます。